はい、どうも、ジキスくんけいですね。ドラゴンゲートの3.22神戸大会試合結果答え合わせということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速第1試合、甲斐富永チミ対大和問題、劉邦ホール。ここ本来問題というところはね、ジェイソンやったんですが、マシーン J が体調不良ということで欠場になりまして、急遽代役で問題流が入ってきましたね。まあ、それで13分4秒、ヤマトがフランケンシュタイナーでジミーから取ると予想したんですが、結果は14分11秒、ヤマトがギャラリアで富永から取りましたね。はい、そして続いて第2試合、影虎対美濃浦対カズマ、3ウェイ戦となっておりますね。まあ、それは8分43秒、美濃浦がバビルギアで影虎から取ると予想したんですが、結果は11分20秒、カズマがハーフパッケージドライバーで美濃浦から取りましたね。そして続いてが、第3試合、弁慶奥田対ジェイソン、そして王子ですね。まあ、それで9分11秒、奥田が消灯で王子から取ると予想したんですが、結果は10分44秒、弁慶がバックドロップホールで王子から取りましたね。まあ、完勝やったかなっていう感じですね。王子にはもうちょっと頑張ってほしいですね。そして続いてが第4試合、ウルティモドラゴンキッド対ディアマンテヒョ。まあ、それで14分31秒、ウルティモドラゴンがラ・マヒストラルでヒョから取ると予想したんですが、結果は11分37秒、キッドがバイブルでヒョから取りましたね。結局、このウルティモドラゴンとディアマンテの戦いっていうのはね、どうなるんでしょうね、今後。まあ、それもかなり注目なのかなと思いますね。そして続いてが第5試合、セミファイナル。土井よしの対ハルク吉田。この試合、土井よしタッグですね。もう本当にね、よしのが今年引退するということを言っていたので、まあもうあと何回かしか見れない土井よしですね。なんで一回一回がすごい貴重なのかなと思いますね。まあそれで15分33秒、吉田がパイナップルボンバーで土井から取ると予想したんですが、結果は14分14秒、よしのの反則勝ちにより、ハルクの負けと。いうことなので、まあ、RED のね、セコンドメンバーが乱入してきまして、で、吉野の反則勝ち、まあ、ハルクの反則負けという形になりましたね。まあ、案の定吉野がね、エータによって、めった打ちにされるみたいな感じの流れになってましたね。金網メンバーとしては、これがほぼ確定。確か、ヤマト、カイも乱入してきてたかな。だからその辺はごめんなさい、ちょっとうろ覚えなんですが、まあ、もみくしゃになってましたね、全体的にね。はい、そして続いてが、第6試合、KG マリア、ダイヤ対エータ、清水、石田。まあ、それで15分20秒、ノーコンテストとなると思ったんですが、結果は17分10秒、マリアが狙い撃ちで清水から取りましたね。最後、マリアがもう、打撃、ね、ボックボックに打ちまして、で、狙い撃ちで清水から取ったという。誤爆は確かなかったような気がしますね。で、エータがまあ清水に対して、まあまたね、説教みたいなことをして、で、清水は不服そうな態度を取るっていう一連のまたおなじみの流れで終わりましたね。で、その後ですね、吉田ディアマンテがね、GHC タッグがまあね、本来行われるはずだった大会が中止になったんで、だったら後楽園の方でやろうじゃないかということで、4月の後楽園で決定となりましたね。で、さらにもう一個言うならば、進むのジュニアヘビー級の方ですね。こちらの方もなんと4月の後楽園で決定ということで、同じ日にね、世界ジュニアヘビーと GHC ヘビー級タッグがドラゴンゲートで行われるっていう、すごいね、絶対なかなかないで、ものすごい大会に、ね、なりそうですね。で、さらに言うと、なんと UP がですね、約1年間の欠場を経て、ついに復帰と。名古屋大会の方で復帰が決定しましたね。で、さらにもう一個ね、ちょっとごめんなさい、順番がいろいろぐちゃぐちゃなんですが、トライアングルゲート。ね、藤井、神田、吉野で挑戦がね、一応されていたんですが、場所は決まってなかったんですが、そこも同じく名古屋大会でタイトル戦が行われるということですね。なんで、いよいよ UT 復帰。待ちに待って UT の復帰ですからね、ここから一気に追い上げていってほしいですね。ごぼう抜きをしてほしいですね、UT にはね。はい、なのでまあ、4月はね、無事
開催されればすごい豪華な対戦カードばっかりになっているんでね、すごい今後ね、楽しみやなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの神戸大会に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこれです。